さて、ちょっと土地の値段見たいな。やっぱ狙ってんのはとりあえず一番隣かな、ここかな。いや、ちょっと足んねえな。28万5千円だ。あれ、ここ安くない？畑じゃないからかな。ただこれ平坦でもなかったでね。あ、ここも買えるな。あ、ここも買えるわ。え、ここすごくない？めっちゃ平坦なんだけど。ここなんでこんな高いんだろうな。ちょっと視察に行ってみるか。あー、ここは畑もあるし、ここがね意外と平坦なんだよね。悪かないよ。何、もろこし？トウモロコシだって。うん、で、あともうこっちもそうだね。ここにも、あ、平坦ではないか。でもこの辺は平坦で、ちょっとこっちが登ってんだね。ここが登ってるけど、で、この道と、まあちょっと、まあ、割といいっちゃいいよね。面白い地形ではある。平地もあるってのはいいよな。で、ここだ。ここなんてもうまるっきり平坦な土地だからね。これってなんだ。何屋さん。駅？駅か。おうね。駅だね。うん、なるほど。3番も悪くはないよね。でっかい畑。まだな、面白いのは4番なんだよな。あと近いってのもいいよね。まあでも買ったとしても結局この道で分断されてるっていうのは変わりないからね。こっちか。こっち変えるっけ。あ、ちょっと足んない。ほんのちょっと足んないね。でもここでもこの値段26万8800でこの広さ。いや、こっちは買える。広くね、ここ。あー、この辺意外と平べったいって平べったいんだな。ここだけ、ここだけ買えないんだね。え、ここだけ買えないけど、この道は買えちゃうの？
すごくないそれ。なるほどな、ここ買うってのもいいかもしんねえな。面白いっちゃ面白いよね。見晴らしもいいしな。おおお、な折り返していった。なんだよお前、道間違ったのかな。ここちょっと見てみる。もうここに民家が建ってて、ここだね。いやー、ずーっと坂だね。この辺りは多少平坦か。ああ、ここは割と平坦だね。なるほど。ちょっと、まあ、利用しづらい形ではあるけど、この辺りはまあ平坦か。おお、あんな飛ぶもんなの。そうだね、ほぼ傾斜地だけど、この辺一瞬だけ、あとここか、ここら辺は割とまあ平らか。あとこれ買ったらこの柵って撤去できるのかな。よし、ここにするか。ジャンプするんじゃない。おーおー、いいね。ちなみにだけど、あの便利な土地はおいくら万円？安いんだな、なんなら買えるじゃん普通に。でもこの辺買っちゃうのもあんまり面白くないからな。めっちゃ安いな。安いってなるとちょっと心惹かれるな。もっと高いと思ってたわ。この辺で石灰買えたよな。これかな。どれ使うんだろうな。これでいいか。肥料はそんなに消費しないけど、石灰は意外と消費が早かったような気がするんだよな。ここも巻かないとダメだよね。はいはい、石灰が必要。通行人の人、危ないっすよ。石灰巻くよ。2100か、結構半分使ったな。足りっかなこれ。
いや、これはもう絶対足りないわ。ギリギリ最後足りなくなったらヘルパーに投げよう。ヘルパー頼んだ。そこも開かなくていいっしょ。どこまで行くの？ちょっと。え、なんで？どういう認識？あれ？まだ、もう終わりじゃないの？まだなんかやろうとしてんな。あー、ぶつかった。仕事完了しました。ぶつかられて心折れたみたいだな。オッケー。じゃあこれで返却しちゃっていいね。チュッ。え？畑じゃないとこ耕してない？どういうこと？これ新規作成しちゃうの？そんなことある？さて、またしてもですね、こう無知ゆえの大失敗というかですね、まあ、知らなかったゆえにやらかしちゃったことがありましてね、まあ、この土地が今僕の土地なんですけど、でこことここ、これこうプラウっていうのを使ってこう耕して畑作ったじゃないですか。でこう今三角ボタンで畑の新規作成をオンにするってやると畑じゃないところを畑にできるんですけど、今これオフになってるんですよね。でこの状態でこう下げてこう走るとここね耕せるんですよ。でおいおいバグかなんつって言ってたんですけど、まあまあそれが完全にもちろんバグではなくて、僕がこう無知だったがゆえに知らなかったっていうだけなんですけど、これね、この色のところここね、もう畑らしいです。これね、この今赤になってるとこ、これね畑なようです。なのでこの辺も全部これも畑なんですよね。なのでまあプラウじゃなくてカルチベーターとかああいう新規作成できないやつでも普通に耕せると。でまあ確かにね、こう地面見ると作物の種類、草みたいなこの畑の情報っていうのが表示されるなぁとは思ってたんですよね。
この際んとこ、ほら、ここはね、出ないんですよ。ここ畑じゃないから。というわけでね、ここ畑だったっつう。まあ確かにね、ヘルパーに仕事投げたりした時に、ここら辺をこう、オーバーランするなぁと思ってた。おかしいなぁと思ってたんですけど、そういうことだったんですね。ということでですね、どうしたもんかね、こりゃ。いや、まあいいのか。逆に、新規作成できるプラウじゃなくても耕せるようになってるから、まあ便利は便利なんだけど、そうなってくると、ここ別に区切っておく必要もなかったなっていう気が。まあ、なんか問題あるのかって言われるとそんなに問題はないんですけど、もう序盤の方にね、ドヤ顔でこれを使うと新規作成ができるんですよ、なんつってやったのがまあ大間違いだったっていう、お恥ずかしい話でございました。この辺ももう畑なんですよね。いや、まさかこんな傾斜地が畑だとは思わんよ。なるほどな。そうですね、ちょっとこの2つの畑を今後どうするかはまたおいおい考えていくとしましょう。まあとりあえずですね、このシリーズの最初の方でやってたことは全く無意味だったよっていうご報告ですね。まあまあ、知らないとそういうこともありますって話ですよね。